メリークリスマス。こんにちは、トトロラブチャンネルです。今回は100円均一で作ろうトトロのポンポンクリスマスリースを紹介します。100円均一のもので作るトトロはこれで15作目となります。昨年こちらのポンポンクリスマスツリーを紹介しまして、実際に作ってくださった方やたくさんいいねをいただいてとっても嬉しいです。今年はツリーではなくリースにしてみたいと思います。まずは材料を紹介します。すべてダイソーさんで揃えました。まずはポンポンを作るためのアイテムなんですけれども、こちらのふわふわボールという7センチのポンポンを作るアイテムと 3.5 センチのポンポンを作るアイテムがあります。こちらは2つで100円です。それからこちらの毛糸です。前回のツリーの時は緑一色にしましたが、今回のリースは赤が多めの華やかなクリスマスリースにしたいので、赤が多めで、それから緑を少しちょっと差し色にしようかなと思いまして、この2つを用意しました。それからこの毛糸はトトロたちに使う毛糸です。灰色と水色と白とそれから黒です。大トトロと中トトロと小トトロと真っ黒クロスケに使います。こちらはもうちょっと作ってしまったんですが、目の部分と鼻とあと耳ですね。それからお腹の模様のフェルトをご用意ください。それからリースの土台に使うのがこちらの紙紐の茶色です。初めからリースになって売っているんですけれども、直径20センチぐらいで少し小さいので、こちらを使って大きいリースを作りたいと思います。今回のクリスマスツリーの時には土台にクリアファイルを使いまして、でダイソーさんに売っている万能接着剤を使って付けました。で今回のリースはこちらのグルーガンを使ってポンポンをリースに付けたいと思います。こちらはダイソーさんで200円で売っています。このグルースティックもダイソーさんで売っていまして、こちらは20本で100円です。あとは目をつけるための木工用ボンドと、それからキッチンバサミがあると毛糸が切りやすいので、ぜひご用意ください。ではこちらの紙紐を使ってまずはリースの土台を作りたいと思います。箱に巻きつけてこうリースの大きい丸にするんですが、今回私はですね、以前紹介したこのパズルの箱を使おうと思います。ティッシュの箱だったりとか、それから段ボールとか、作りたい大きさに合わせて箱をご用意ください。ではこちらにこの紙紐を巻いていきます。始まりをちょっと長く取っておいてください。隙間が開かないようにぴったりと巻いていきましょう。50回ぐらい巻いていきます。50回巻きました。そしたら巻いた紙紐をこの箱から取り出していきます。よいしょよいしょよ。するとこんな大きなわしゃわしゃみたいな感じになりました。さあこれを今度はここから周りにこうぐるぐるっと巻いていきます。ここからすごいことになっている。よいしょよいしょ。ちょっとさささささ
こんな風に50回巻いた後、このようにこう周りをぐるぐるぐるっと巻いていきました。で、巻き終わりのところは固結びをしています。こんな感じで大きいリースになりました。こちらの余った部分は壁にかけるためのこの輪っかにしたいと思います。こんな風に輪を作りました。こちらがポンポンで作った、トトロたちと、それから真っ黒クロスケです。昨年、作りましたクリスマスツリーと作り方が全く同じですので、ぜひこちらの動画を、参考にトトロたちを作ってください。ではグルーガンでつけていきます。外側はこんな感じです。では外側にもポンポンをつけていきます。リースの外側にもポンポンをつけまして、それから隙間に真っ黒クロスケもつけまして、完成しました。すごく大きいリースになりました。大きさがですね、これが30センチ定規なので40センチぐらいの大きなリースです。横はこんな感じです。大トトロは上にいます。引っ掛けるところがここにあります。赤のポンポンが15個で、緑のポンポンを10個使っています。いつもの、緑の相棒のトトロに比べるとかなり大きいです。このポンポンのリースに電気でよく売っている、クリスマスの飾りをつけても可愛いかと思います。とても可愛く作ることができました。ということで、100円均一で作ろうトトロのポンポンクリスマスリースを紹介しました。紙紐で作ったリースと、それから毛糸と合わせてだいたい800円くらいで作ることができます。リースのポンポンが25個で、あとトトロたちを作るのにちょっと大変ですが、とても可愛く作ることができます。昨年作ったポンポンクリスマスツリーに、それから今回のクリスマスリースで、もう一気にクリスマスになりました。ぜひクリスマスに合わせて世界に一つだけのトトロのクリスマスリースを作ってみてはいかがでしょうか。それではまたね。バイバーイ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いいたします。うちまで競争、あ、ずるーい。